パリ五輪は11日、スタッド・ド・フランスで閉会式が行われ、17日間にわたる大会のフィナーレを迎えた、開会式も壮大な演出がなされて話題になったが、この日は米国の大物俳優トム・クルーズが登場、ワイヤーアクションで飛び降りるスタントを披露した、その直前の様子が公開されている。画像、すごいわ、生き残ることを願う、トム・クルーズがいた地点の画像。閉会式終盤。 米国国歌が演奏されたのちだった。ショーの中で、スタンドの屋根の上にトム・クルーズが現れた。ワイヤーをつけ、下を見下ろしている。近くにはスタッフも、数々のアクションを演じてきたスーパースターは慣れた様子で飛び降りた。飛び降り地点の画像を公開した米国の映画専門メディアシネマツイート。公式 X は、パリ五輪閉会式に現れたトム・クルーズと紹介。海外ファンは、 スタントから生き残ることを願うと戦々恐々としたほか王様がやってきた完璧すごいわハリウッドの伝説閉会式の大きなハイライトスタント大好きだねと注目しているその後はワイヤーアクションで一気に地上へ降りアスリートが作る花道を通過62歳のクルーズは「トップガン」「ミッションインポッシブル」など数々の名作で主演 母国開催となる次回の2028年ロスボリンへ世界